い、どうも、こみです。さて、本日はこちらの TH コンプリーターさんから動画をお届けしたいというふうに思うんですけども、いやー、バカンスシーズンですね。自分もびっくりしましたけどもね、同僚が普通にこう、2週間、3週間と、ドイツ人のね、方が、休み取って出かけてくるわっていう感じで、こう、みんなバカンス行くんですけど、まあ、噂には聞いてましたけどね、本当にみんな休むんだなっていう感じで、別に、もう、その特別に、すいません、行ってきますじゃなくて、普通に行ってくるから、ぐらいな感じで軽いんですよね。やっぱね、まあ、この某ウイルスでいろんな国境が封鎖されている中、まあ、欧州は本当に国境のね、今この時期の解除を、焦っていたように感じたんですけども、まあそれもね、まあそのはずだなというのが、まあ今回のそういう皆さんのね、この余暇の過ごし方というのを見て、まあ改めてこう実感できるというところですね。はい。ということで、まあその話は置いといてですね。本日ドラゴンです。ドラゴン編成に関してお話をしていきたいというふうに思います。で、このね、TH コンプリーターさんにゲスキングさんという方がいらっしゃいまして、名前はね、ちょっとなんかこう、怖そうな、感じの名前なんですけど、めっちゃいい人なんですよね。話すと気さくでめっちゃいい人なんですけども、この方がね、ほんとドラゴンのスペシャリストです。で、まあ、このタイミングでドラゴンをお話ししたい理由っていうのは、空系のユニットとして今、強化されたのが、ラバハウンドとあとライトニングがあって、天才ラバルというね、この2つを組み合わせた戦術は非常に強いんですけども、まあ、それだけではね、やっぱ空ないと思うんです。今までドラゴンを使ってた人もやっぱいるだろうし、これからね、どうしてもその天才も されにくいし、陸もちょっとやりにくい、クロスボウ耐性が多めだとかね、ということでやりにくい方なんかに対しては、本当このドラゴンの戦術っていうのが、もしかしたらこう、助けになるかなというふうに思ったんで、本日はね、取り上げていきたいというふうに思いました。で、早速ね、動画見ていくんですが、合計3本見てほしいと思っています。まずは1本目ですね、これ。で、今回のゲスキングさんのこの、アタックを、まあ、個人的にこう見るに、多分向いているのはですね、向いているのは、クロスボウが対地であること。まあ、それは当然、ソラユニットを使うんで当然ですよね。こんな風に対地であると。いうことで、かつ、インフェルノタワー、これが、マルチであるということ、これ3本ともマルチでしたね、今1本壊しましたけども、突撃艦ライドラバルーンで。で、もう1個は、ドラゴンをじゃあ本体どこから出していくのっていうと、今回のケースでいうと、ここから出していくんですね、ドラゴンの本体。ドラゴンです。ガツンとこういう風に回していきます。いくんですけども、じゃあ、ここ側、こっち側どうすんのっていうと、ここは、すいません。ヒーローでカットしていくんですね、この辺は。こんなプランになってるんですが、じゃあそのヒーローたちがね、当然対地なんで、援軍つっちゃうとまあ都合悪いわけですよね。なんで対地ユニットがこの援軍の出てくる範囲に入らない。この今言った条件、対地クロスボウ、マルチインフェルノタワー、ヒーローが、外周カットするのに、防衛援軍釣らない。この3つの条件が重なった場合に、このね、攻め方っていうのはすごく、効果を発揮するのかなというふうに思いました。で、まあ、今回のね、パターンで言うと、本当クロスボウが3本とも、あ、4本ともか、対地。で、かつ、マルチインフェルノが3本ということで、まあ、空系の攻めをするには非常にいいんですけども、一方で、マルチインフェルノってやっぱラバルには非常に向いてないですよね。なので、ラバル多分使う方っていうのは、こういうマルチインフェルノが多い配置は避けると思うんですよ。そこがやっぱね、今後狙い目かなっていうふうに思うんですね。やっぱりね、クロスボウの対地ってまだまだ多いし、ラバルを警戒するから、とりあえずじゃあ、インフェルノをマルチにしておこう。そんな風になった時に、陸でも空でもやりにくいっていう風になった場合、まあ空っていうのはラバルですね。陸もラバルもやりにくいってなった場合に、じゃあ何が下位かっていうと、ドラゴンが下位になるかもしれないなというところですね。これ結構覚えるその価値すごい高い戦術かなというふうに思うので、まあ、どんな風に運用するのかというところもちょっとね、この動画一回見終わったら、配置をもう一回ちょっと映し直して、簡単にね、プランニングの考え方、私がまあ理解したところですけども、お話をさせていただきたいというふうに思います。クローク残しですからね、やっぱマルチインフェルノ、3本の対地クロスボウ4本って、まあ、ヒーローはね、結構そのキングとかクイーンが対地クロスボウに打たれちゃう都合が悪さはありますけども、ドラゴンたちがピンピンしながら中央を壊してくれるんでいいですね。で、今回突撃艦ライトラバルーン使ってますよね。で、それでね、ついつい欲張りたくなっちゃうんですね、この辺。イーグル砲、投石機、ロイヤルチャンピオンいるじゃないですか。ここにね、突撃艦をこう当てたくなっちゃうんですけど、そうするとどうなるかっていうと、こんな風に削れちゃうんですよ。ドラゴン回すルートが全然見えないですよね。で、これは、アドバンテージとしてはまあ、いいんですけど、
結局ルートが作れないとその後がついてこないので、ゲスキングさんそこは欲張らずにしっかりね、ここの、端っこの部分を削ってます。同じエリアのなんていうのかな、量ですけどね、そこを削っているんですね。そうすることによってドラゴンのルートっていうのを、まあ、ヒーロー外周ねこう歩かせることにより、しっかりね限られた、ルートにドラゴンが回るような、まあ、そんな風なね、絵を描いているというところになります。で、その時に、ね、やっぱりねドラゴンが通るルートそう言ってもこう長い広いんですよね、まあ、広いんですけど、まあ、ドラゴンって単体でも結構ゴリゴリいけちゃうポテンシャル持ってるんで、序盤さえしっかりあの数をねこうなんていうかなまとめて動かすことができれば、終盤から中盤にかけて中盤から終盤にかけては多少ばらけちゃってもいいのかなというようなあの気が見ててしました。なのでしっかりとルートを作ること と、相手の防衛軍を釣らないヒーローの、外周の歩かせ方、これがやっぱりキーになってきますね。でそれをキーとして、使えるかどうかっていう判別方法はやっぱりこの、インペルノタワーとクロスボウが対地なのかマルチなのか、まあ、その辺、というね、あたりを見ていくのがいいのかなというような気がしています。はい、というところでですね、今日合計3本あるんですけども、もう1本全開リプレイの方に行ってみたいと思います。最後の1本はねちょっと失敗した場合がどういうケースなのかなっていうところをちょっと見てほしいと思って、すいませんが失敗リプレイをね1個選ばせさせて、もらってます。で今回のこの2本目っていうのはなんとねクロスフォー対空もこう多い上にシングル IT3 本なんですね。でもそれでもいけちゃうっていうところを、まあ、いわゆるそのこれ多分セオリーではないと思うんですよ。なんですけどもポテンシャルの高さという意味でこれちょっと見てほしいと思います。今回の突撃艦パートはアドバンテージが本当に大きくて、レイジークローンフリーズこの3点セットは1本目のアタックと同じですね。これをポンポンポンと3ついっぺんに使っていって、ライトニングドラゴンで相手の投石機アーチャークイーン、さらには、対空砲2本まで折っていくというかなりの大きなアドバンテージを作ってますね。でさらにドラゴンの本体焦らずにしっかりとこういうところ、エリクサーポンプタンクこの辺カットしてルートの限定をかけてから本体のドラゴン出すっていうね、そういうその慎重さっていうのも本当に繊細ですよね。で当然これこれか、クランジを見てもらうとヒーローで釣らないっていうところも非常に重要です。なのでババニャンキングアーチャークイーン出てきますけども、この対空砲の方にね向かうときに釣りそうになるんですが釣らないような、動かし方ができるかどうかというところも気を使ってるっていう感じですね。でクランジョに関してはここでドラゴンたちが追ってくれて、若干ねこうユニットがばらけそうになるんですが、しっかりとヒーローがこの上側のところここですよね、この辺のカットをヒーローがしてくれてますので、ドラゴンたちっていうのはみんなこう出てきたドラゴンたちがぐーっとこう回って中にこう入っていこうとするんですね。でロイヤルチャンピオンも出してしっかりと、カバーしているという感じで、最終的にシングルインフェルノが残っちゃうんですけども、そこに関しては人から出てきたロイヤルチャンピオンがドラゴンを盾にしながらこんな風にね、施設を壊しで、シングルインフェルノまでたどり着いて破壊してくれるという感じですね。なんというかそのシングルインフェルノやっぱりねドラゴンに対してすごいやっぱ強いんですよ。まあ、3本目の動画でおそらくそこの感覚っていうのが掴んでいただけるんじゃないかと思うんですけども、きついんですけどね。今回みたいにしっかりロレーチャンピオンを当てたりとかすることないしは序盤の突撃艦バルーンパート、ダイドラバルーンパートで大きなアドバンテージが取れると、結果的にはこれヒーローが全部生き残った上にアーチャークイーンがおでんが危なかったですけどね黒爆弾が吸っちゃいましたけども、アーチャークイーンが黒く残すこの余力ですよね。これだけドラゴンに対してなんていうのかな、この防衛施設がドラゴンに対して強い形になっている、要はシングルインフェルノプラスの、対空のクロスボウになっているにもかかわらず、余力を残せるっていうね、まあ、その、ポテンシャルの高さっていうのをね、この攻め方もポテンシャルの高さっていうのが分かってもらえるかというふうに思います。ちょっとなんか最後ぐだっちゃいましたね、ごめんなさい。ですね、それでは最後、3本目見てもらいたいというふうに思います。これですね、残念ながらちょっとこれは前回まで伸びなかったというところなんですけども、ですね、最初ちょっと攻め方のその形の話をいっぱいしちゃって、実際に運用どうするのかっていうのをね話してませんでしたが、基本的にこのゲスキングさんのアタックって全部運用同じです。2体バルーン出して、黒風船ホーミングをチェックしてから、突撃艦を当ててのレイジークローン
フリーズ、パンパンパンとね、この3つを打っていくっていう感じですね。で、こうやって区画を潰すんですね。今回のケースって言ってもやっぱりそう、ここを潰すんですね、この区画を。潰すことによってドラゴンたちが、ここからドーッとこう出てくる。で、ヒーローたちも、この外周を歩っていけると。で、歩くときに、気になるのはこれクラン城、クラン城の範囲に、ヒーローたちが入れないルートを歩けるっていうところですね。で、しっかりとこれ、ドラゴンたちを出す前にカットをして、ドラゴンが変な方向に行かないように慎重にやってますね。で、ヒーローを出してからドラゴンの本体出すんですが、バルーンがもう7体残ってますよね。この手持ちのバルーンをグランドオーデン出して、ドラゴンたちの動きを安定させてから動きを置いて後ろから出してるんですね、これでね、ここね、結構このゲスキングさんのアタックのポイントの1個目です。で、こうすることによって、これ、フォーム中にしっかりとギガインフェルノもこう折れますよね。で、折れて、で、さらにドラゴンが縦になってくれている、その後ろからバルーンが刺す。ドラゴンを縦にバルーンが刺す。で、この繰り返しで進んでいくんですね。で、バルーンが今度前に出るじゃないですか。前に出たら当然バルーンがやられちゃうんですけども、やられるところら辺を見計らってヒール打っていくんですね、こんな風に。ポンと。今ヒールの輪がここにありましたよね。この着弾点のここのところにヒールの輪が。こんな感じでヒールを打っていくんですね。そうすることによって序盤ダメージを吸収して傷ついたドラゴンっていうのを、やられる前にトームをかけて、一回無敵化させつつ、トームが解けるタイミングでヒールかけると。で、回復させて終盤まで頑張らせるっていう形なんですね。で、このヒールとあとバルーンの、タイミングだったり順番っていうのがめちゃくちゃ多分このアタックでは重要になってくるポイントじゃないかと思います。おそらくどっちかが欠けてしまってもダメですね。序盤やっぱバルーン出しちゃうとバルーンがすぐに起こっちゃって、ドラゴンたちっていうのが、序盤にかなりダメージをこうガンガン食ら、中盤かで食らっちゃいます。でも序盤にドラゴンを出すことによって、序盤ってやっぱダメージがそんなに大きくないじゃないですか、言っても、大きくないダメージだったらドラゴンが吸収できちゃうので、ドラゴンに吸わせておいて、で、その間はバルーンに仕事をさせる。で、中盤火力が上がってきたところでバルーンを前に出して縦にしておきながら、ドラゴン一回回復させて、回復しきったところでドンと押していくような感じですね、っていう順番でユニットを展開していくっていうのが、このね、ゲスキングさんの、攻め方の流れになるのかなというふうに思います。ただ今回なんで前回いけなかったかっていうポイントは、やっぱりこのシングルインフェルノですね。ご覧になったかどうかちょっと、もう一回あれですかね、少し倍速で流してみましょうか。シングルインフェルノに捕まっちゃってるんです、ドラゴンが。で、それによって5、6体のドラゴンが、シングルインフェルノ1本でもやられちゃってるような状態になってるんですね。で、さっきの2本目のアタックなんかもシングルインフェルノが多めでしたけども、あれはロイヤルチャンピオンがしっかりと、シングルインフェルノまで届いてくれた、ヒーローたちが届いてくれたからなんとかなったんですけども、今回みたいにヒーローたちがなかなかね、そこにたどり着けないような、遠回りさせられちゃうような場合っていうのはちょっと厳しいのかもしれないですね。で、なんかなんて言うんでしょうね、基本的にシングルインフェルノがあった場合っていうのはむしろ、今回で言えば、ラバルとかを使った方がアドバンテージとしては、アドバンテージか、相性ですかね、相性としてはいいのかもしれません。もしかしたらね、いいのかもしれないんですけども、いずれにしても、シングルインフェルノでも取れるポテンシャルはあるので、なるべく狙うなら、なお優勢な形を取れる子ですね。シングルインフェルノでガンガンこう焼かれたっていうのが分かると思います。これドラゴンがこんな感じですね。3体かな、2体焼かれて、さらに残った2体もこんな風に焼かれちゃうと、体力ほぼ満タンだったんですけど、シングルインフェルノの前には残念ながら、ドラゴンは相性が悪いですね。こんな感じになると。で、なので、マルチ IT、対地クロスボウっていう配置を、狙うときには、やっぱり狙えるなら狙った方が、安牌なのかなっていうところですね。ただ、ポテンシャルはあるので、そういうね、ちゃんと、村の選び方ができれば、かなり、刺さる攻め方になってくるんじゃないかなというふうに思います。改めてポイント最後まとめていきますと、まず、出撃艦ライドラバルーン、クローン、レイジ、フリーズ使って、区画を削ってドラゴンのルートを作ること。で、アーチャークイーン、バーバリアンキングは、外周を基本歩かせるんですけども、外周を歩かせるときに、これですね。書いた方が分かりやすいかな。ライドラドバルーンを削っておいて、キングとクイーンですね。キングとクイーン。外周を歩かせるんですけども、歩かせるときにこのクラン城の範囲に入んないこと。この二つをやっぱりしっかりと、できるかどうかですね。っていうところで配置をまず見極めて、で、その前に、まず、その前に、何て言うんですかね、
当然ながらマルチ IT と対一のクロスボウが多めの村の方がいいんですけども、そういう村が見つかったら今言った2つのところっていうのをこう、できるかどうかっていうのを見て、できるなと思ったら使ってみるっていう順番で考えたらいいんじゃないかなというふうに思います。はい、ということでですね、少しなんか説明が難しくなっちゃったかもしれないんですけども、簡単に、おそらくね、運用ができる、攻め方だと思いますので、パターンをね、しっかりと、身につけていただいて、今言ったような、条件に当てはまる村見つかったら、どんどんね、積極的に使ってみてもらってもいいんじゃないかなというふうに思いますので、ぜひよろしければ、ご参考いただければ幸いです。そして、グッドボタン、チャンネル登録もお忘れずによろしくお願いいたします。では、また次の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。